はい、皆さんこんにちは。アガルートアカデミー講師の小林です。はい、今回は、今表示が出ています通り、宅建試験合格者インタビューということで、2020年の宅建試験に見事合格された方をゲストにお呼びして、まあいろいろ話を聞いていきたいと思います。はい、今回合格者、ゲストは、山本さんです。山本さん、今回おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ようこそ。じゃあ、もう早速内容に入っていきたいと思います。合格者紹介ということなんですけど、ここで自己紹介 してくれってね、これはちょっと失礼だと思いますので面接じゃないんですからね。山本さんは今お勤めをされていて、なんと小学校の先生をされていると言っちゃっていいのかな。はい、うん、大丈夫です。でなんかね、ちょっと変わってて、普通だったら小学校の先生って全教科教えると思ってたところ、山本さんは教えられてるのが算数を中心に教えてます。素晴らしい、算数を中心。もうなんかキャリアも10年ぐらいになる、ね、はい素晴らしい。その中で宅建の勉強をされたということなんで、その辺をこれからどんどん深掘りをしていきたいと思います。で早速なんですが、本年度の宅建試験の、まあ、合格ラインが38と言われているんですけれども、山本さんのお仕事からされると、まあ、いわゆる免除科目がないですよね。うん、素点50点で38点取らないと合格できないということなんですけど、覚えていらっしゃるかな、内訳とか権利関係何点取れたとか業法何点ぐらい、大体でいいの。ごめんなさい。全体では自己採点だと39点だったっていうのを覚えてるんですけど、内訳はごめんなさい、覚えてない。なるほど。じゃあ、受けた感触として、この科目難しかったなとかってのありました？やっぱり権利関係のところはずっと練習してる。過去も解いてる時からなかなか点数が取れなかったので難しかったなって思ってます。難しかったですよね、権利関係ね。なんか年々難しいですね。宅建業法とかなんかね、過去問とあんまり変わんないかなって。そうですね、難易度もね、権利関係、あ、これ聞くかみたいなね。なんかこれよく分からない問題とかありました。やっぱありましたよね。だって私授業でやってないとこあったもん。うん、ほとんど出ないからもう無視していいですとかってね、授業中こうスルーしてるところもあったんで。なるほどね。まあそれでもちょっと立て直して本番はなんとか合格ラインまでいけたと。はい、でも39取れたっていうのはすごいことですよね、やっぱりね。はい、じゃあその小学校で算数を教えてらっしゃる山本さんがなぜ宅建を目指したのか、ちょっと聞いてらっしゃる方も興味津々だと思うので、ぜひ教えてください。コロナ禍でちょっとお家にいる時間が長かったので、ちょっとその時間を有効に使って資格試験に挑戦してみたいなと思って宅建試験の勉強を始めました。そうか、家にいる時間が長いから勉強というところがまず心がけが違いますねとか言って。いつぐらいから勉強始められました？3月末か4月の頭ぐらいですかね。あ、ちょうど緊急事態宣言が発令された頃ですよね。あ、4月7日に、はい、去年緊急事態宣言が発令されたんで、うん、じゃあそれぐらいからうちにいることもあるので、はい、ああそうですか。でもまたよりによってなぜ宅建をって思われたんですか？今までそういう資格試験を勉強したことがなかったので、うん、まあその受験する条件が特に制限がないので自分でもチャレンジできるかなと思って挑戦してみました。なんかいろんな資格調べてみられたんですか？そうですね、まあやっぱりずっと使える資格がいいので国家資格とかの方がいいなっていうのはあったんですけど、あと勤務していないと更新できなかったりとか、実務経験とかがないといけないとか、そういうのも
ないものがいいなっていうことでちょっといろいろ探してました。あ、なるほどね。そうかそうか、宅建ね、一回合格したら一生有効ですもんね。あの登録講習とかは受けられるんですか？実務講習。あ、今申し込んでて、うんうん、1月の末ぐらいにスクーリングします。あ、そうそう、まあ、せっかくだったら主任者証までゲットしようと。いうことですかね。はい、ありがとうございます。で、その中で、まあ、アガルトアカデミー、の講座ね、受講してくださったんですけど、あの山本さんが、受けてくださった講座は2020年合格目標宅建試験入門総合カリキュラム、長いですね、すみません、を受講してくださったんですけれども、あのまず独学でやろうかなとは思わなかったんですか？今までそういう法律とかの勉強したことがなかったので、ちょっとはなんか本屋さんに行って本とか見たりしたんですけど、絶対無理だなと思って、うん、なんかあの通信講座で勉強したらいいなと思いました。あ、まあ、あのじゃあ通信講座をなんか受講しようとは思われたんだ。はい、ね、通学はちょっと難しいですもんね。ね、いろんな意味で時間もだし、ね、まあコロナ禍のっていうこともあって、はい、で、あのここは忌憚のない意見で結構なんですけど、なぜアガルトアカデミーにたどり着いたのか教えていただけたら嬉しいんですけど、まあ、なんかいろいろインターネットで検索してて出てきたっていうのと、あと なんていうんですかね、なんか、他のあのやつも見たりホームページ見たりしてたんですけど、なんか結構アガルトさんのやつだとこうなんかすっきりしてるっていうか、すっきり、いろんななんかものたくさんなんていう付属でなんか単語帳みたいなのもついてますみたいなとことかもあったりとか、なんかそういういろんななんていうんですかね、特典というか付録みたいなものが多いところだときっと私使いこなせないので、なんかこうシンプルにすっきりしてる感じがあったので、あ、なるほど、選びました。なんか無料体験とかもされたんですか？体験あはしてないですね。あ、すごいですね。なんかホームページがすっきりするサクッと、あのなんかそうです、そのついてくるテキストとか付録とかのところは結構見たりしてました。なるほど。まあカルトアカデミーって愛想がないぐらいね、スキッとしてるんですけど。なるほど、ありがとうございます。じゃあ、まあ、そこから、4月ぐらいから勉強を始められたということなんですが、1日大体どんなスケジュールで、まあ、1週間でもいいんですけど、お勉強時間確保されてました？その4月5月はお家にいる時間が長かったので、まあ、毎日講座のあの講義を聞くっていうのはやってたんですけど、後半とか、まあ、その過去後半はもう毎日仕事ももう始まっていたので、本当にちょっとずつ隙間時間に復習するっていう感じだったかなっていうふうに思います。前半に結構集中して講義はバーって聞いたかなって思います。あ、そうですか。入門講座とかインプットをね、そうそう、はい、あの入門総合ってまずインプットがあって、でアウトプットとして過去問講座があって、総まとめ模試っていうね構成なんですけど、こうインプットの方はまあ講義なんですけど、大体いつぐらいまでに聞き終えられました？テキストがあの分かれてあの届くようになってたと思うんですけど、はいはいはい、確かその2回目にテキストが届くまでには、あの最初の2冊でしたっけ、はい、は聞き終わってましたね。あ、なるほど。それがまあいい、なんかスケジュール管理にもなったんですね。そうですね。うん、そうなんです。毎年あの、それを目安に終わるように聞いてはいました。あ、なるほど。あの計画性のある方ですね。いやいや、大体ですけど。で、そう、毎年ね、法改正があるので、できるだけ早くね教材をお届けしたいところではあるんですけど、特にあの法令上の制限ってものすごい法律があって、税その他もなので
まあ、4月1日現在施行されている法律に基づいて10月に試験があるので、まあ、どうしてもね、あの3月ぐらいに全部一括してお届けはできないし、それがまあガルートアカデミーの良心でもあるんですけど、まあ、逆にそれを有効活用してスケジュール管理に使っていただいたわけですよね。具体的にどんな風に進めていかれました？例えば教科書読んでから授業を受けるとか、授業を受けながら教科書見てとかで復習。私全く本当に勉強するのが資格試験の勉強初めてだったので、あの動画を見ながらテキストに書き込んだり、まあ、一緒にテキストを目で追ったりして、その後に自分でもう一回ゆっくり読み直すっていう感じでやってます。あ、なるほどね。まあ、まあまあオーソドックスですよね。ノートを作ったりとか、なんかまとめのメモとか作ったりされました？あの最後の最後直前の時には自分が全然覚え、なんか税のとことか全然覚えられなかったので、なんか何箇所かというか、本当自分が全然覚えてないとこだけメモしておくっていう感じにはしましたけど、特別ノートを作るってことはしなかったですね。あ、すごい。じゃあ教科書に書き込み。そうですね。もしよかったらこんな風に書き込んだとか、線引いたとか、なんか印象的なページがあれば見せていただければ。印象的。印象的ってするんですか。まあ、時々変な語呂合わせ言ってね。印象的というか、あの最後のこの総まとめ講座をいっぱい繰り返し使ってたので、はいはい、こうなんか付箋貼ったり苦手なとこはっていうふうにはしてました。まあ、あと普通に印つけたりとかはしました。なるほど。じゃあ直前期はその総まとめのその薄いテキストをたくさんやりました。すごい量ですね、ポストイットの数。そうなんです。でも、あ、色分けしてなんか絶対苦手なとことかに分けるようにはしてました。あ、なるほど。ここは本当に試験前に見るぞみたいな感じで。はい、なるほどね。ちょっと今直前期の話もしてくださったんですけど、過去問、まあ過去問やりましょう、過去問やりましょうって授業でも私もいますし、はい、まあ、過去問講座もあるんですけど、過去問はどんな風に活用されましたか？その講義を聞いて、まあ、それにの復習みたいにあのやってはいたんですけど、あとは、まあ、もちろん何回もやるのもそうなんですけど、やっぱ間違えちゃってるところをとにかく中心に繰り返しやるようにしてました。じゃあ間違えた問題とか選択肢に印をつけていった、行かれたっていう、はい、そういう感じですね。なるほどね。大体何回ぐらい、何回ぐらい？全部 3回は全部やってるんですけど、例えば3回とも間違えちゃったところとかはさらに何回もやるとか、うんうんうん、っていう風にしてましたね。あ、それはもう3回とも正解してたらもうとりあえずはいいかなと、やらないで間違えちゃったとこばっかりやってました。じゃあその何回も間違えた問題かな、それとも選択肢かな、問題ですね、うん、に何か印をつけていかれた。そうですね。ああ、なるほどね。でそれをまた直前に見直すと。はい。でもまあ全部3回やったってのはやっぱりすごいですね。あれですか、じゃあ講義受けてその講義の該当範囲の過去問をやって、はい、でまた講義受けて過去問やって、そう、そんな感じで進めてました。じゃあまあ一通りインプットが終わったらもう過去問だけを繰り返された。はい、基本はそうですね。なるほど、素晴らしい。じゃあもう直前期の過ごし方、さっきちょっと触れてくださったんですけど、やっぱりですね、総まとめのテキストはいをやったのと、あとはインターネットとかで過去問のを印刷して、うんうん、あのに
この1問ずつはテキストでたくさん練習できるんですけど、2時間でちゃんとできるのかなっていう、なんていうんですか、その流れの練習するためにホームページとかの印刷して練習したりはしました。あ、そうなんですか、素晴らしい。あ、じゃあ年度別に模擬試験代わりに。あ、そうそうですね、はい。はあはあはあ、その時できました？例えば、よし今日は2時間で50問やるぞとか言ってあって。時間は私割ともちゃちゃかちゃちゃかやっちゃうんで時間は平気だったんですけど、うん、やっぱりそう久しぶりにやる問題とかもいっぱい入ってるので、2時間通してやるとあれなんか前できてたのにできないなっていうのはたくさんありました。あー、そうそうそうなんですよね。確かに過去問集ってこうどこの分野の過去問ですよって分かるので、うん、はい、とか模擬試験じゃないわ、その年度別にやるとね、どの分野からの出題かも分からないまんまいきなり問題見ないといけないから難易度上がりますよね。それ何年分ぐらいされたんですか、年度別は。8年分ぐらいはやったと思います。ってこと400問。すごいすごい量ですよね。あ、でまた間違えたとこだけチェックしてと。はい、そうですね。あ、なるほど。まあでも理想的ですよね、あの分野別でやって、で直前期になると年度別でやってって、ね、であのまとめの講座のテキストを繰り返したという感じですね。はい。じゃあ、あの前日って何されました、試験の前の日。前日もやっぱりこの総まとめ講座の苦手なところと、あと自分でその作ったまあメモもう一回見直すとかっていうぐらいですかね。ああ、なるほどね。でもやっぱりそういうコンパクトにまとまったものがあるといいですね。そうそうですね、うん、試験会場に持って行ったのはじゃあその総まとめ講座のテキスト、そう、自分のまあメモぐらいですね。あ、まあ心強いですよね。あの引き用具以外しまってくださいって言われる直前までね、こう見ておくと。なんかこ う受けた後の実感としていけたっていう感じありました？いや、全然なかったですね。やっぱり権利関係のところは全然自信なかったので、後半はまあ大丈夫かなって思ってたんですけど、やっぱりちょっと権利関係のところが合ってるのか全く自信がなかったので、合格できたんだ、できたとは全く思えなかったです。全く思えなかった。おう。そうすると合格した時の感想としては、まあ、びっくりしました。一応そのインターネットですぐ模範解答を出してくださってるのを見て、自己採点してまあ大丈夫かなとは思ってたんですけど、実際に合格できたのした時は本当びっくりしました。ああ、よかったですね。どこで発表をご覧になったんですか？発表はどこでご覧になったんですか？あ、家で見ました。あ、そうですか。家族の方のいるそばで一人で。いや、一人で見たと思う。あ、やったーとかってですかね。はい。じゃあ、まあ、今回ね、初めて国家資格っていうかね、資格試験に挑戦されて、しかもまあ馴染みのない法律、バリバリの探検試験、まあ4択とはいえね、合格されたっていうことを踏まえて、なんか、講習も受けられるってことなんですけど、なんか宅建の資格生かしてなんか考えてらっしゃいます？まあ今すぐにかは分からないんですけど、まあなんかまあもしもそういう資格を今回取れたので、それを使った、まあ、お仕事もまあちょっともし生かしたらちょっと今後視野に入れて考えてもいいかなとはちょっと思ってます。なるほど。ちなみに今の職場は副業 OK なんですか？あ、はできないので、うんうん、まあそんな今すぐかは分からないんですけど、考えてもいいかなとは思ってます。あ、そうなんですか。じゃあ、はい、まあ、また別の資格試験にチャレンジしようかなとも考えてらっしゃる？
そうですね、なんかせっかく1個取ったので、なんかまたそれ勉強したことが使え、なんていうんですか、ちょっと使えそうな資格もあるっていうふうになんか調べてたので、ちょっと考えても、他の資格も考えてもいいかなとは思ってます。基本お勉強好き、好きそうですね。いや、そんなことないんですけど、まあなんか目標があるとそうですよね。なんか、はい、試験日も決まってて、ね、そうですね。なんかこう期限もあるし、ちょっと行きやすいですよね。大学なんかの勉強と違ってね。まあ、大体宅建取られた方って次に行政書士を受けたり、まあ、あとちょっと難易度上げて不動産鑑定士とか、まあ、司法書士とか司法書士とかになってくるとね、ぐんとこう難易度上がるんですけどね。まああと司法試験にチャレンジなんていう方もいます。のでぜひぜひ勉強したね、こう勢いついてるうちにね、次どんどん勉強されるからから結構数学と、まあ、算数でもいいね、数学と法律ってなんかこう近いところがあるんですよね、論理性っていう意味では。こう大前提があって小前提があって結論。変な話、法学部で例えば司法試験勉強しながら予備校で数学を教える人って多いんですよ。へえー、そうなんですね。だから多分山本さんも思考過程がちゃんとできてるので、論理的な数学算数を教えるくらいだから、なんか結構そう法律の勉強って、まあ、言葉は馴染みないだけなかったと思うんですけど、そうですね。ただ一回こうなんか掴むと、きっと民法とかでも得意になっていくんじゃないかなって気はするので、ぜひお勉強続けていってください。はい、いいですね、こう明るい先生で、生徒さん、児童の方々も楽しそうですね、小学生に参加してね。はい、ありがとうございます。そろそろちょっとね、時間が迫ってきましたので、最後にこれをご覧になっている受験生の皆さんへこうメッセージをお願いできますでしょうか。はい、全く勉強するのが初めての私でも合格することができたので、講師の方の言ってる通りに勉強していけば確実に点数が取れるようになるなと思うので、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございました。ちゃんとカメラ目線で打ち合わせ通りにやらせてくださって感謝です。はい、本日は本当にありがとうございました。そして、宅建試験ね、合格おめでとうございます。ありがとうございます。はい、一つね、なんかこう夢を叶えたということで、また新たな目標に向かって進んでいってください。はい、本日は、2020年宅建試験合格された山本さんをゲストにお迎えして、合格者体験談をお聞きいたしました。本日はどうもありがとうございました。それでは皆さん、お疲れ様です。